発表によりますと県は広島港の出島地区にある分譲地およそ8.3ヘクタールをマツダに売却しますマツダが海外の組み立て工場に出荷する自動車部品をコンテナに積み込む施設は現在開田地区にありますがこの施設を出島地区に移転させるということです出島地区では国が国際コンテナターミナルの整備を進めています 移転によってマツダの東南アジア向けの貨物を出島地区に集約することで新規航路を実現させ効率化を図るということですマツダへの売却価格は概算でおよそ86億円の見込みです一方、上田地区にあるマツダの施設の土地は県が取得しこの地区で不足しているニサバ基地や上屋などに充てることにしています